こんばんは。昨日ぶりです。やっほー、ありがとうございます。皆さん早い。今日はちょっと1時間ぐらいできたらいいなーって思ってます。うん、いいはず。多分。こんばんは。今日はパセリと初詣に行ってきました。おみくじをね、引いたりとか、あとなんだっけ参拝してきました。おみくじは末吉でした。うん、いいのか悪いのかちょっとあんまりよく分からなかったんですけど、でもなんかね、書いてあることはね、良かったり良くなかったり、なんか良くないところは本当に恋愛と転居と何だったかな、商売があまり良くなくて、良かったのはあのなくし物と待ち人ぐらいだったかな。だからちょっとあとはあんま覚えてないんですけど、重要なところ、そうなんですよ、転居も飽きないも恋愛まだすべしって書いてました。なので皆さんごめんなさい、あのアイドル卒業しても皆さんとはちょっとまだ恋愛できないみたいです。ごめんなさい来年またアタックしに来てください。申し訳ない。そうなんですよ。とりあえずあの、まああんま全体的にちょっと良くないかなって思ったので結んできたんですけど、その結ぶ途中で半分ぐらい破れてしまって、幸先がいいのか悪いのかちょっとよく分かんないです。どうなんだろう。でもなんか調べたんですけど、おみくじって自分があのいいと思うものが出るまで引いてもいいらしくて、しかも持って帰っても結ぶのも自由らしいんですよ。だから本当に自分の気の持ちようなんだろうなって思いまして、まあとりあえず1回出た運命を受け入れたいと思います。そうなんですよ、3日後には忘れてる。そうなんですよ、私去年何引いたかもちょっとあんま覚えてないですもん。去年が何吉だったとかも、そっちよりもあの参拝してあのお願いした方をね、あの叶えてもらいたいなって思います。神主さんがこうやってあのシャカシャカしてくれたんで。どこの神社ですか？NHK の近くの神社です。白神神社だったかな、名前ちょっと忘れちゃった。広島にあります。 NHK の近く今日ちょっとあの初売りっていうのかな、買い物に行こうと思ったんで、ちょっと本通りに近い神社にしました。うん、去年は中吉。あ、そうなんだ、すごいよく覚えてくださってありがとうございます。白神社か、よく秋祭りやってるとこですね。そう、護国神社に行こうかと思ったけど、護国神社は広島城の近くですね。なんかサラピとかアリちゃんさんが言ってたけど、ちょっと遠い護国神社は若干遠い。買い物何かいいものありましたか？買い物結構もう同じところずっとぐるぐるしてたんですけど、とりあえずあの欲しかった化粧品とか、あとブーツとか
結構なんかご飯とかデザートもそうだけどちょっと散財してしまいました今日は。散財って言ってもだけど今日はでもあの久しぶりに現金を使いました。なんか最近 QR 決済が多くてあまり現金を目にする機会がなかったんですけど久しぶりに現金払いしてきました。これ買ったんですよ。ちょっとさっき写真撮ったからねまだここにあるんですけど今日買ったものなんか神社感あるけど神社じゃないです。粉買いました。パウダージバンシーです。今年はジバンシーの粉を絶対欲しいと思ってたんですけど可愛いんですよ。なんかね4色のピンクの粉が入ってて血色感が足されるらしいです。どう使うの？こうやってパン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 ってしたら出てきます。でもちょっとまだこんなショールームでちょっと開けたくないかも。ちょっと仕事で初めて使わせてください。これ買いました。奮発した。いやでもねいや多分安い方なんだと思う粉の中では。粉を買いました。ジバンシーでいろいろ探してなんかもっとリップとかいろいろ買おうかなって思ったんですけど結局決めきれずに、あとはねヒンス、これはちょっと安い目のリップ買いました。マット今つけた、ショールーム始める前につけました。これは安いです。多分何円だったか忘れたけど2000円しないぐらい。ジバンシー高かった。いやちょっと覚えてないです今日の記憶すぐなくすタイプです。とあとはちょっと今ここにはないんですけどムートンブーツを買いました。小学生以来に今日買ったんじゃなくて今日届いたんですけどイヤーマフラー買いました。これ可愛くないですか。今日つけてたんですけどめっちゃ可愛くない。可愛いあったかい。いやこれ結構安いんでそんなにあったかくないですね。なんかクリスマスマーケット行った時にこれを同じやつか分かんないんですけどこれをつけてる人を2人ぐらい見てめっちゃ可愛いと思ってすぐ調べて同じやつを買いました。見知らぬ女子とお揃いです。可愛いよね。なんかカチューシャっぽくて可愛いと思って買いました。これはめっちゃ安いです。多分1000円ぐらい。なんか食事とかするたびに室内入るたびに一回一回撮るのが若干めんどくさいです。お気に入りです高い安い言わないな。いやたまに真似してくれる人いるからちょっと言っとこうと思って真似できるよってこんな感じ。かわいいでしょ。お得、そうお得です。でも今日そんぐらいかな。買おうって思って買いに行ったけど3つ買いました。戦利品は3つです。
指輪でコツンされたい。メリケンサック、これ時計なんですよ。ちゃんと実は動いてるんです。見えるかな。時計の指輪、何気に便利、時間確認してます。ハート型なの可愛い。確かにハート型よ。指時計、指時計かも。そんな感じです。今日はいろいろとお買い物ができました。眉毛切りあと眉毛サロンに行ってきました。なんか面白いぐらい眉毛綺麗になって、ちょっとマジで面白い。久しぶりに、めちゃくちゃ久しぶりに行きました。もうね、なんか地味にじわるんですよ。すごい眉毛めっちゃ綺麗なんですよ。間引きしてもらった。キリッてしてます。平行眉にしてもらいました。それ描いてるの、メイクしてもらったんで描いてます。なんかまあこれね、両方で見るとね、なんか綺麗すぎてちょっと面白いんですよね。綺麗でしょ。眉毛ね、いっぱい抜かれてきました。プチプチ痛かった。今日は保湿して寝たいと思います。1ヶ月は触るなというのは、そう、なんかね、眉毛サロン行って眉毛綺麗にしてもらって、私なんか眉毛自己処理でめちゃくちゃ抜いたり剃ったりしてるから、平行の形、本当はなんかここら辺とかもうちょっと伸ばしてくださいって言われて、1ヶ月間自己処理せずに、あれもう一回来ていただいたら、あのワックス脱毛してめちゃくちゃ今より綺麗な形になるのでって言われて、1ヶ月眉毛切らないだと、もう量産になってしまうやんって思って、うん、多分さすがにそれは無理かも。つながるん、つながっちゃいます。一本道です。さすがにそれは無理かも。次行くのはいつだろうな。眉毛は全く伸びない体質で困ってます。なんか年を取ると伸び続けるらしいですよ、眉毛って。それまで待ちましょう。つながるの？つながったらどうしましょう。まあそんな感じでね、今日はいい感じに買い物もできたし、眉毛も整ったし、美味しいものは食べたし、うん、いい感じにオフ納めできました。明日からお仕事頑張ります。皆さんも頑張りましょう。応援してます、広島から。
明日から仕事始め、明日からですよ。ですよは多分みんな明日からだと思いますね。人によるのかもしれないけど。パセリがオキちゃんと過ごして楽しかったって言ってた。いや嬉しい、私も楽しかったもう3年ぐらいずっと連続でパセリと一緒にいるけど、今年も行けてよかった。メンバーとして過ごす最後の正月、まあ最後の最後のって言ってたらもうキリがないんですけど、そんなん言ったらもう最後の1月4日、明日は最後の1月5日キリはないですが、まあ確かにそうね、そうね、寂しいね、それはそれで。来年はどんなお正月を過ごしてるのだろうか、気になりますね。パセリオムライス食べたって言ってたけど、キちゃん何食べたの？オムライス食べましたよ、パセリと一緒に。全く同じ、なんかオムライスにも SML サイズあって、なんか S か M かで迷ったんですけど、パセリが M にしますって言ったからM にしたらめっちゃくちゃ多くて、なんかお茶碗2杯分だったんですよ、 M サイズが。めっちゃ頑張ったんですけど、めちゃくちゃなんかもうやっぱ食事って腹8分目で終わるのが一番いいんだなって思いました。苦しくなるぐらい食べると食事は辛くなるんですよ。S で茶碗 1.5 杯分だったんですけど、確かに S サイズのところに女性におすすめって書いてたんですよね。でもあんまり聞かずに、なんか普段こう食事制限してるパセリが M にするっていうから、じゃあ M でいいんだって思って M 食べたらめちゃくちゃ多くて、もう2人でなんかもう無言でカチャカチャお米をこうやって頑張りました。多かった。女性に M は多いのか、いや多分ね男の人でもね、あの M サイズは多分ダメだと思うめっちゃ多かった、大変。その後はカフェ、うん、カフェというかちょっとだけちょいデザートを別の店で頼んで、結構今お腹いっぱいかも食べたのは昼ぐらいだったけど、もう苦しい、ずっと苦しいです今。明日の朝まで満腹かな。最近ね、なんか一日一食で、その一食がなんかめっちゃ食べて苦しいって感じ、ここ3日ぐらいそんな感じかもしれない。なんかね1日1食だから多分お腹が空きすぎててめっちゃ早く食べちゃうんですよ。で早く食べ過ぎちゃって急激にお腹が重くなっちゃって苦しくなって、そのままその苦しさを寝るまで持続させてしんどいみたいななんかあんま良くない生活になってる気がする。うん、自分でも思いますね、あんまこれダメだな。だからちょっと明日から腹八分目をシャンスクちょっと頑張ります。一番太る食べ方、あやっぱそうなんだ、危ない危ない、苦しかったもん
気をつけよう。でもあのカフェ行ってるから二食っちゃ二食かも。うん。カフェでもデザート食べちゃってる。汗汗。お正月太り。おきちゃん大食感なの。いやそんなはずはないんですけど。勢い確かにすごいかも。食べる時の勢いは。お正月らしいもの食べた。いやそれが全く食べてないんですよね。困った困った。なんかお餅なりなんなり食べればよかったけど食べてないですね。2024年早速やっちまった出来事は、やっちまった出来事、いや今んとこ犯してないんですけど、わかんないですよね。これから何をしてしまうか。風邪ひいてたぐらいかな今のところは。まだまだセーフです。なんもないなんもないなんもない、うん、これからはわからん。内巻きかわいい、ありがとう。自分でやってるんよ。意外に朝巻いたけど意外に持ってるけどね、後ろが難しくてね全然巻けないんですよね。後ろの内巻きってどうやったらいいんですかね。なんかどう頑張っても外羽になる。あでも今はいい感じかも。難しい、教えてほしい内巻き族。外羽根かわいいよね。外羽根の気分の時もあります。印象違いますね外羽根にすると。最近はもう前髪も全部コテでやることが多いです。うん。最近触覚やらないね。触覚結構作ったっていうか、この間年末ぐらいかなレイヤー入れたんですよ。わかるかな、ちょっとあんまりわかりづらいかもしれないんですけど、こうしました。だんだん。でも意外になんかお見せする機会がなくて、実はレイヤー入れてます。でもなんかあんまりボブだから多分わかりづらい。切りました。今度美容院行ってもうちょっとこれの幅をここら辺まで切って大きくしたいなって思ってます。ここら辺も切って若干ウルフチックにしたい気持ちもある。ちょっとひよってあのここら辺までしか切ってない。わかり安いかな、横見たら多分ちょっと分かりやすい。そう姫カット、まあ、姫カットと迷って、なんか姫カットのボブって変ですかねって聞いたら、なんか黒髪なんでめっちゃ重いと思いますって言われて、あの姫カットはこうなんですけど、あのまっすぐあのちょっと日本人形みたいなバサッみたいな感じなんですけど、こうしました。斜めゴン。今度もうちょっと広めにしてくるかなかな。
卒業したら染めるの。いや予定はないですね、あんまり。うん、確かに髪の毛今が染めちゃあんまり良くないっていうのがあるから、ずっともう卒業、高校卒業してからずっと染めてないけど、うん、なんか別にすごいハイトーンにしたいとかいう願望はないかも。うん、染めないでほしい、ありがとう。でも30歳まで黒髪とかじゃないかもしれん、ごめんね。うん、ちょっとあの時代劇に出たくてずっとピアスも開けてこなかったから、あんまり髪染めたいとかもそんなに、なんか前まではあったけど今はそんなにないか。そう、ずっともう学生時代からピアス開けてないんですよ、だから。そうです。私ステイの大人にもあの今日は勝手にピアスを開けそうって言われてたんですけど、開けたことありません。時代劇に出たいからね。アピールしたことなかった、言っとこう。じゃあ時代劇に出たいから開けたことないんですよって。一回も開けたことありません。こんな感じですね。何役？水戸黄門の何かで。なんかかな、適当。お銀ならぬお金、お金です。和則さん、タワーありがとう。タワー立ちました、ありがとうございます。和則さん、すごいなんか久しぶりにタワーらしいタワーを見ました。最近なんか季節系が多かったけど、ありがとう、嬉しいね。ハートの作り方めっちゃアイドル、もうハートなんて何回も作ってきましたからね。メイドさんとかには負けるかも。ハート、このタワーに向けて、こっちの方が今はあれなのか。これもある。これもある。もうね、写真会とかでねハートの種類がどんどん増えていく。意外にないかも。これ、これ、これ、あとなんだ？なんかめっちゃ珍しいハートの仕方、この間覚えたけど忘れちゃったな。うん。
オンラインツーショット会なくなったら寂しい。そうですね、もう見に来るしかなくなりましたね。ね、ちょっとお水持ってこよう。いや、ちょっと咳が止まらなくなったので飲み物を取ってきました。あれ、お茶あると思ったんだけどな。危ない危ない。ザバスザバスがあったのでザバス飲みたいと思います。喉うるった。後でお水買わなきゃな。なんかザバスだったらなぜか家にめっちゃあるんですよね。 STU ザバス大好き問題。何味？ココア風味ですね。これはココアさんが生誕祭でくれました。生誕祭でメンバーみんなにココアさんのお母様から差し入れでいただきました。プロテイン部配分になってない。プロテイン部はそうですね、一応私は続けてるんですけど、なんか毎回ではないです。毎公演ではなくなったかも。買った時はって感じかな。でも最近はあんまりみんなどうなんだろう、飲んでるのかな。なんか結構水の人が多い。でも飲んでるとは思います。うまい。隠れプロテイン。もうひなさんとかプロテイン部だったけど、プロテイン活動全然してない気がする。見せないよ。水ばっか飲んでるイメージだ。プロテイン部廃部。別のメンバーかな。いや、誰飲んでた最近。みんな寒いからかな。もう最近ね、水かアクエリ。公演の時はなんか公演の時に用意してもらえるドリンクが水かアクエリなんですけど、なんかもうそれ飲んでるメンバーばっかりで全然いないですね。ポカリじゃなくてポカリだったかもしれない。どっちなんだろう、ポカリかアクエリ、どっちだろう。ちょっと今度ペットボトルの形見てみます。まあね、用意してもらえるだけありがたいですよね。すごい、みんなのファンレベルが一気に上がってってる。なんかそういう時間なのかな。めっちゃ通知来る。おめでとうございます。なんかめっちゃ上がってますね。どうした急に。そういうタイミングなのかな。それも君のタイミング。レベルアップ、チュルルルチュチュチュ。ファンレベルのやつ見えてるんだね。多分皆さんが思ってる以上にあの情報が載ってます、私の配信画面には。めちゃくちゃ見えてます。
初見さんとか、そうそう、なんか誰々さんが入室しましたとか、うん、なんか見える見える。1000回ぐらい見てるのとかバレるの。なんかね、なんだったっけな、ショールームの、なんて言ったらいいんだろう、なんか今年のデータみたいなのが送られてくるんですけど、今年あなたの配信を一番見た人はこの人ですみたいなの、ランキングみたいな、なんか何位まで送られてくる、なんかこの人が一番見てましたみたいな、なんかそういうのが、なんか Spotify とか Amazon Music みたいなの、2023年の統括みたいなのが送られてきてましたね。チラッて見えましたけど、うん、そんなのある、そんなのありましたね。なんか今年からな気がするけど、ベスト何位までな、何位までだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、結構見ましたね。入ってなくても応援してるから、そんな分かってるよショールームはショールームだから、現場は現場、合ってますよ。そんな分かってるで、うん、そうなんよ、現場と言われると辛いが、あなたあなた、はい、ネット民も分かってるって落ち着け落ち着け。だから、あの、だいたいね、マジのロムってる人以外はね、だいたい、あの、伝わってますよ。ありがとうございますマジで鍵垢で一個もハッシュタグつぶやかずに、あの、いいねだけしてくれてる人はさすがに分かんないかもしれないけど、鍵開けてくれたら分かるかも。あ、この人いいねしてくれてるんだとか、だいたいそんなもんですよ、うん、何か存在を認知してもらいたいのは何かを開けるべきなんですよ、きっと。行動第一歩大事、認知欲がないなら鍵かけて応援してるがいいさ、それもそれのね、一つの応援の仕方でしょう。私はだいたいそういうタイプ。私はだいたいそういうタイプって言ってもあれだけど、でも最近は感想とかやっぱ大事なのかなって思って、感想だけは伝えるようにしてる。熊田はありがとうございます。50代独身さん、ありがとう。またお話し会会いに来てください。待ってます。ありがとう、嬉しいですね。正月っぽいタワーだ。行く年来る年、何の感想。いや、私小説とか漫画とかそういう系の作者に最近感想を送るようにしてます。今までは電子で購入するだけだったんですけど、うん、やっぱ伝えた方がいいのかなって思って、サークルがなくなってメールの返信できなくなった。あー、でもそういう人いるよね。私のファンの人もさ、なんか他のファンになんかいいねとかされたくないからメールの返信しないって言ってる。だからだいたいそういう人はもうお話し会で言ってくれる。まあまあ分からんでもない。なんかフォローされてない人とかにいいねされたらなんか嫌だもん。誰や、ってなるのはまあ分からんでもない。
最近あのインプレッション稼ぎの外国人多すぎてめっちゃ腹が立つ。なんやねん。プロフ見て、逆に見てプロフをっていう気持ちで。プロフ見て、逆にプロフ見て、逆にフォローして。あれはちょっと治ってほしいですね。一応見に行ってみようかな。最近の SNS なんかちょっとめんどくさい。そこはX の収益化の弊害ねえ。確かにね、大変だわ。卒業後は X 収益化しよう。嫌だね。でもなんか今ねめっちゃなんか収益化しましょうみたいな広告めっちゃ出てくる。多分あのアイドルだからちょっとはフォロワーいるからだと思うけど、そんな言うてもでしょ多分。分でしょ。お小遣い程度ぐらい。いやわかんない。でもひろゆきさんでも十何万みたいな言ってた気がするから、そんなになんじゃないかなって思うけどね。どうなんだろう、ちょっとわかんないですね。あんまり詳しくないです、ここら辺は。1万超えたら大したもん。いやー1万の労力じゃないよ絶対。1万にするための労力が大変だよ。こんばんは、明けましておめでとう。明けおめ。フォロワー増えてるね。今3万9000人かな。増えたり減ったり。キリー数字が好きだから3万8999とかより3万9000の方がキリーからそっちになってくれたら嬉しい。フォロワー増やしたいなとは思ってるけど、なんかあんまりフォロワーに意味があるのか難しい。それよりも反応してもらえる数とかの方がに目向けた方がいい気もしてきた。まあ4万はちょっと行きたいですね。新年度までには行けるか、無理そうだけど頑張ろう。ショールームのフォロワー3万2000。そのぐらいだったかな確か。そうか、ショールームは長いですからね。まあそんぐらいフォローしてくれてる人がいてもおかしくないのかも。もう6年ぐらい使ってますからねこのアカウント。6年経っちゃそんなにはいるか、すごいね。多分フォロー外し忘れの人も多いかもしれん。まあでもちょっと外し忘れなことに気づかんでもらっとこう。6年はまあまあ子さん。そうよ、小学校1年生が中学生になっちゃいますからね。
長いね。卒業した子のフォロー外せないでいたり。卒業した子ってもうルームなくなっちゃいません？あるルームもあるのかな。なんかなくなってるイメージだけど、それでこう、あ、卒業しちゃったんだって切なくなっちゃう。あるんだ。あ、そうなんだ。なんか消えてるイメージだったけど、それはショールームは消えてないのか。うーん、ユミリンさん、まあ、ユミリンさんはまあ引き継いでるんじゃないかな多分。残しておいてね、オキポン。オキポン、そう、やるなら残すけど。ショールームをね。ちょっと、迷い中。なんか。アイドルじゃないのにショールームするなら、だったらアイドルでよかったってなりそうな気もする、個人的には。アイドルの私は見てほしいけど、まあでもこの3万人のフォロワーさんね、なんか頑張ってきたから、ちょっと寂しいっちゃ寂しいけど。みんなが見たがってる。ありがとう。そんな、みんなが悲しんでるよ。見たい、見たいって言うなら絶対に見に来いよ。来なかったらもう激おこやからな。確かに6年は長い。6年は長い。確かに確かに。ねえ、りんこちゃんショールームしてるんだ。でも確かに意外に STU っていうか、なんかフォーテイトのアイドル卒業した人はやっぱショールームに慣れてるから、ショールームやってるイメージはあるかも。他の配信媒体はあんまりやらないから。確かにそのイメージは。りんこちゃんイベント出てた。りんこちゃんなんかめっちゃおすすめに、なんかファンの人のツイート流れてくるかも。やけんりんこちゃんすごい頑張ってるんだなって思いましたね。久しぶりに会いたいけどね。元気かな。最近ユリナ、あのユリナからめっちゃ LINE 来ますね。卒業公演見に行きたいですと言われて、あと
見に来たいですが、田中美穂も言ってくれましたね。嬉しかったね。ユリナとそのピンマイカー、ピンマイカーっていうかマイカー。ヤヨちゃん、あ、ヤヨちゃん LINE してないかも。ヤヨちゃん、ヤヨちゃんはあれやな、コンサート見に来てくれた時に差し入れくれててありがとうって連絡はしたけど、みほりんに卒業公演出てよって言ったら、私めっちゃ出過ぎてることになるので見に行きますねって言われた。断られた。みほりん来ないよって言ったら、私めっちゃ出てる人になっちゃいますって言われた。言うてそんなアンピーしか出てないやん。確かにあのメンバーにはめっちゃ合ってるけど、確かになんか卒業した割にめっちゃ合うなって思ってたら、めっちゃ見に来てくれてる、あの人コンサートとか差し入れをね、すごいいい差し入れを持ってきてくれる。確かになんかあんまり卒業した感ないかも、アウトで言ったら。この間ほのたんさんとご飯行きました。年末広島に帰ってきてたんで、なんか最近マイカーに会ってるかも。そう、全然写真撮ってないわ。サラピとほのたんさんと3人でご飯行きました。楽しかった。なんか何の話したか覚えてないけど、お互いの第一印象語ろうみたいな、そういう話したかも。うん、何の話ってね、可愛くない？可愛い話した。写真撮らない、写真撮ってないな。確かに全然撮ってない。今度は撮ろう。オキポなんて言われたんやろ。え、なんて言われたっけ。サラピには全然覚えてないって言われた。なんか記憶にないって言われた。でもなんか話したことない5人衆のうちの2人って言われて、ホモタンさんと私が、なんだっけ、なんか話したことない人。でも確かにそれ覚えてるんや。私もなんかサラピにいきなり話しかけられた時にの内容が、なんかまだ話したことない先輩が5人いて、そのうちのラストが、ラストじゃないか、3人目が沖さんですみたいな言われた記憶がある。それで話して、うん、確かにその記憶。仲良くなったもんですね、そう思ったら。結構仲良くなったかも、嬉しいっすね。怖そうな雰囲気出してたの？いや、出したつもりはないけど、2期生も人数が多かったから、その一人一人、私らも人数多かったし、2期生も人数多かったから、一人一人が1対1で話すってあんまりなかったかも。全員が全員と1対1で喋るっていうのが。それで時が経って多分話したことない中に入ってたんじゃないかな。でもね、大体ね、こういうのはあの
徐々にお互いをしていくのがいいよ。焦ってね、なんかこう友達を早く作ろうとしてもね、それはね最終的にはね、あれやっけ、いなくなっていくから、徐々にが一番いいよ。徐々にお互いの性格とかを知っていって仲良くなるのが一番。やっぱ無理に行くべきじゃない。私持論無理に仲良くなろうとして遊びに行こうとか言うもんじゃない。もっとお互いを知らなあかん。この私の長年ぼっちだった私の友達の作り方、焦ったらダメだ。これが正しいか正しくないかはちょっと分かんないですね。私流の、はい、友達の使い方、自分からいけないっていうだけですけど、気前もそんなだったの、そんなだったのっていうか、いや友達というかもう同期で合宿とかもこなしてたから、ファーストインプレッションっていうもんじゃないよね。なんかもう喋ったことないけど知ってるみたいな状態だからな、なんかあんまり、うん、そんな友達になりませんかとかそういう感じではなかったな。運動部のなんか同時に入ってきた人らみたいな、同期だから別にあっみたいになることもなく、同じことしてたら自然と仲良くなるみたいな、ああいう感じですね。はい、同期の運動部の同期です。それ例えめっちゃ分かりやすい。合宿してましたね。今で言うサバイバル番組日プ、ドラフトね、懐かしいですね。もうあれも6年ぐらい前の出来事ですけども、もうちょっとで1時間だ、早い。日プをあんなに6年前からやってた。日プではないけどほぼほぼ日プだよね。ミカニャンと仲良くなったの合宿。ミカニャン、そうですね。なんか未だに連絡取ってるの結構長いなって思いますね。まあ全然会ってないけどね、なかなか会えん。ティフとか。ジャムとかぐらいかな。何連絡、でも最近連絡取ったのは本当にドラさんだったらミカニャンとあかりちゃん、渡辺あかりちゃん卒業しちゃったけど、かな。
NGT のみゆみゆは、みゆみゆは連絡は取ってないんだけど、なんかめっちゃ個人的には仲いい。なんでだろうSNS かな、なんかよく SNS いいねくれるからかな、なんかすごい親近感あるんだよね、近い存在が。うん、なんか NGT さんはなんか近いね、なんだろう。写真集とかね、なんか欲しいって言ってくれたりとか、うん、そういうのはあるかもな。ねえ、懐かしいな NMB さん。うんうん、ドラさんも少なくなっちゃいましたからね。まあでも SNS で見る限りみんななんだかんだ元気そうで、よかったよかった。すいませんね、ちょっと鼻水うるさくて、ずん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 申し訳なすなす。ドラさんコンサート見たかったね、もうちょっと人が多かったら叶ってたかもしれない。難しい。もしおきちゃんが NMB だったらどうなってたんだろうね。いや NMB さんね、人数多いからな、個性出さないとなかなか大変よねすごいなって思うよ、みんな活躍してて。うん、想像つかないな。個性強い。いやーエネビー、うわー自分の中でもワカポンが自分のもう理想の活動してるからな。うん、なんか二番煎じになってる未来が見えるな STU でよかったのかも、なんかコンセプト的にも個人的には自分は、うん、明日は何曜、明日は金曜、ちくわキャラだったのに。え、私ちくわキャラだったことあったっけ、ちょっとあんまり6年もあるから覚えてないかもしれん。あ、ワカポンか。あ、ワカポンね。ワカポン近く吹いてたね。笛ね。懐かしい。めっちゃ初期やん。いや、ワカポンはすごいなって思いますね。あの、外から見てて。そろそろ終わろうかな、時間も時間なので。ありがとうございました。今日はちょっと長めに、長めにっていうか、まあいつも通りの時間だけど、ちょっと新年にしては長めにやりました。ありがとうございました、見てくださってて。多分もうあれかな、仕事始めの方もいらっしゃるのかな。私も明日からそうなので頑張りましょう。皆さんお疲れ様でした。なじく明日から大変お疲れ様です。
た明日から力を蓄えて頑張りましょう。では壇上を読みたいと思います。13位ペルさん、12位クジの太鼓さん、11位山勝さん、10位とりあえずルービーさん、9位虫男さん、8位あちゃさん、7位ジェリーさん、6位おりちゃんさん、5位こばちゃさん、4位じゅんちゃんでした。そして3位がテリーピーさん、2位が50代独身さん、1位がカズノリさんでした。カズノリさん、50代独身さん、タワーもありがとうございました。コメントの皆さんもありがとうございました。ということで今日は配信終わりたいと思います。皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。お正月楽しめてよかったです。バイバーイ。それでは切りますね。3、2、1バイバーイ。また明日。